なな What's up, guys? Welcome to our channel, girl l a n g u a online. 講師の左半身です。さあ、今日はちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、日本語を英語にそのまま訳していませんかっていうことです。これやってる人、シンプルにお聞きします。きつくない なんでこんなにきついかって言ったら、会話を理解するのに必要な語数っていうのがあるんですけれども、結論から言うと、英語よりも日本語の方が数が多いんですよ。ってなるとどういうことが起きるかわかりますそう、日本語全部は英語に置き換えることが物理的に難しいっていうことなんですよね。 まあもちろん通訳の人とかが存在してるんで、もちろんそれを何かしらの英語に置き換えることはできるんですけれども、直訳でやろうということに関しては、物理的にはもう無理なんです。諦めてください。今すぐに。さあ、何の話かって言ったら、ちょっと見てください。これね、あの、ちょっとインターネットから調べて取ってきたものなんですけども、日本語の数見て !1 万語あるんですよ。英語で3000語。 っていうのが、こう、会話を理解するのに必要な語数という風うに捉えられてると言われています。さあ、こんだけ違うんですよね。なので、日本語をそのまま素直に100%ピュアに訳すのは無理なんです。諦めてください。もう一度言います。諦めてください。これができるようにならないとあなたは英語を素早く喋ることはできない。もう言い切れます。できません。 はい。めちゃくちゃ厳しいトーンで入ってきましたけれども、とにかく私が言いたいのはこちら。日本語をすべて英語に置き換えるのは不可能ということを本日はこの動画でお伝えしたいと思います。具体的に例も出しますので最後まで自分、ああ、ちょっと日本語考えてるなと思う人は最後まで耳が痛くても見てください。OK? さあ、そしたら、例えばですよ。毎度。英語にポンと置き換えます毎度。 お疲れ様。はい、英語に直訳で。tired? 違うよね。ご苦労様。you, y o u working terribly? 違うよね。お世話になっております。thank you for taking care of me? 違うよね。絶対違うよね。ふつつか者ですが。まあ、こういう謙遜の表現は英語にはそもそもあんまりないですけれども。一瞬で訳せるよろしくお願いしますって。英語で何て言うの ?please でいいですか違いますよね。 ムーリーなんですよ。さっきから言ってるでしょムーリーなんです。全部日本語から英語を直訳するなんて諦めてください。今日何回でも言いますよ。今日これだけ分かってもらったら OK。もうこれだけ納得してくれたら OK。これがゴールです。OK? さあ、で、えっ、ー、と、最近ね話題になった方最近かなもうちょっと前かもしれないですけど、5歳児の日本語に置き換えてから話そうみたいな感じの言い方をしている 本があるんですよ。今私も読んでるんですけど、私この本に出会う前から結構子供にわかるあの単語に置き換えてみてっていうのはよく使ってたんですよ。あの、子供にね、言うときにめっちゃ難しい言葉使います普通使うものですが,が、子供に通じると思いますっていう話なんですよね。で、えっ、ー、と、ここのね、あの、ちょうど表紙にも書いてある通り、英会話っていうのは言い換えが9割なんですね。もう本当に英会話 って面白いいいぐらい言い換えれるんですよ私も未だに毎日初めてのフレーズに出会います。楽しいですよ。単語は知ってるのに、あの、表現こんなとこから出てくんのみたいなのが毎日あるんですよ。まあもちろん毎日勉強してるからっていうのもありますけど、未だに毎日新鮮な気持ちでやれるんですね。 なので、英会話っていうのは、いい会話が9割。ってことは、結構、あの手この手で伝えられるってことなんですよね。ぜひ、この本は、もしよかったら読んでみてほしいんですけど、ちょっと今度は、あの、この本のね、レビューも紹介する動画撮ろうかなと思うんですけれども、おすすめです。今、あの、特に、こう、オンライン英会話とかしてて、すっと言葉が出てこない人。あー、言いたいこと、これって、これなんて言うのっていうのが、ちょっとでも当てはまる人は、ぜひ、この本読んでみてください。回し物ではないんですけどね。はい。 じゃあ、ここからはちょっと例えばのお話をしていきたいと思いますね。例えば、新たな台風が発生して、接近してるらしいよ。っていうことを伝えたいとするじゃないですか。さあ、これ、英語でそのままちょっと難しそうじゃないじゃあ、どうするかって言ったら、例えば、新しい台風が来るらしいよ。これだったらいけそうじゃないですか さあ、実際に英語で見てみましょう。新たな台風が発生して接近してるらしいよ。さあ、これをなるべく直訳に基づいて訳すとどうなるかっていうと、a new typhoon developed and it's approaching <S っていう英語に、まあ確かにできないことはないんですよね。new typhoon developed これで台風が発生するっていう感じなんですよね。and it's approaching こう近づいてくるっていう時に approach っていう英語も使えるんですけど、これね、 辞書なしで全部いけます台風発生の発生って何使ったらいいかパッて分かりました o ー happen, generate, develop. いろいろこう起こる系の英語ってあるじゃないですか。どれを当てはまるかって素直に出てきました。まあ出てくる人は上級者だと思いますよ。なんですけど出てこないじゃないですか。わざわざそれを全部英会話実際オンライン英会話とかやり取りしてるときにいちいち辞書使うわけにいかないですよね。ってことは自分がスッとできる英語に言い換える能力の方がよっぽい。 ほど語彙力より大事なんですよもちろん語彙力は大事ですよ Don't get me wrong 語彙力はめちゃめちゃ大事ですなんですけど英会話の実践の場にあたってはいかに言い換えられるか頭の柔らかさっていうのが試される部分でもあるんですねそしてここをトレーニングしていく必要がありますじゃあ例えばさっきの話に戻りますけど新しい台風が来るらしいよさあこれを英語にするとしたらどうなるでしょうかこんな感じじゃないですかね A new typhoon is coming! もうこれだけでよくないだって、あ、ニュータイ新しい台風って言ってるんですから、新しい台風が発生したんでしょうよ。で、It's coming! 来てるんですよ。これだけでよくないですかこれだったら、中学生の子でも答えるそうじゃないですか中1とかね。いけると思いますよ。現在進行形習ってたら。っていうぐらいシンプルに置き換えれるんですよ。もう一問見てみましょう。コロナの感染者数増加だって、まあ嫌な話を例題にとりましたね。ごめんなさい。 さあ感染者数増加感染者数って何て言うの増加って何とかなるじゃないですかさあじゃあこのままというよりかは置き換えた方が良さそうですねじゃあ5歳児向けに要はお子様向けに話す感じでいくとコロナになった人増えたんだってって言うと思いません私だったらこう伝えます子供にななななコロナの感染者数増えたんやって感染者数って何って書いてくると思うんですよ でも、なんなんなな、コロナになった人増えたんだって。って言ったら、そうなんやーぐらいは帰ってくるかもしれないですね。まあ、あんまり子供はコロナの感染になった人、んーって感じだとは思いますけど、まあ、伝わるのは伝わると思います。さあ、じゃあこれをまた英語で違いを見ていきましょう。コロナの感染者数増加だって。さあ、これを英語にするとしたら、I heard the number of cases infected with COVID-19 has increased っていう言い方ができるんですけれども、むずくない そもそもなんかもう Number of Cases ここがね People ーーになるのかなとかえっ、ー、と感染ってなんだっけえ ?Get、ー、virus? えー、なんだっけみたいなでインクリース増やすってどういう風に使うっけとかねめっちゃ考えないといけないじゃないですかもうこれももちろん辞書なしで何もググらずにできるんだったらあなたは上級なのでもう十分 いいです。そのまま突き進んでください。ただ、ちょっとでも調べる要素が残ってるなと思う方は、次のものを見てみてください。コロナになった人増えたんだって。これだったらどういう言い方がシンプルにできるかって言ったら、I heard more people got COVID-19. これでも通じません ?more people って言ってるんだから増加してるでしょうよってことですよね。 で、えっ、ー、と、got COVID-19, まコーナーゲットしちゃったっていう感じで、まあ、かかったんだろうなっていうのが伝わるわけじゃないですか。オッケー？なので、こういう風にシンプル化することがいかに出てきやすいか。これだってまた、英語自体は、my I heard, まあ、過去形は使ってますけれども、まあ、中1のもう終わりぐらいだったらできるはずですよね、これね。っていうぐらいシンプルなこと言ってるんですよ。 そんな難しく考えなくていいです。Take it easy, okay? 楽に行こうぜ。さあ、もう一個だけ見てみましょう。OK。推薦状書,書いていただきありがとうございました。例えばね、まあ、こんな5歳児に話すような言葉ってビジネスでは使えないでしょうっていう人が時々いるんですよね。使えますよ。見ていきましょう。例えば、上司に推薦状書,書いていただきありがとうございましたっていう文章があったとします。むずくない推薦状って何て言うのさあ、じゃあこれを素直に言い換えるとしたら 私を勧めてくれてありがとう。これだったら5歳児でもわかると思いますよ。何を勧めたかなではもちろんわかんないですけど、日本語的には通じると思います。これで十分じゃないですか私を勧めていただきありがとうございます。これでいいわけですよ。さあ、そしたらこれを英語にしようと思ったらどうするかっていうと、Thank you for writing a recommendation. It was helpful. これが、先生を書いていただきありがとうございました。えっ、ー、と、推薦状を書くっていうのは、recommendation っていうのが推薦状に値するので、writing a recommendation で、thank you for で、つなげると書いていただきありがとうございましたっていうニュアンスを出すことができます。でも、もっと簡単なの見てみたいじゃないですか。見たいでしょ見たいでしょ ?Okay. 私を勧めてくれてありがとう。 これだけででいいんですよ私というものを勧めてくれてありがとうこれだけの話なんですねめっちゃ楽ちゃいますこの方法身につけたくないですか 私も絶対校舎で喋りたいです。そんな堅苦しいこと、難しいこと。一応、ボキャブラリーはいろいろ勉強しましたけど、全部今ここにスタックしてるかって言ったら、そうでもなくて結構抜けていってるんで、なるべく簡単な表現で喋りたいです。まあ、スピーキングはこれが、ね、あの、言い換えの能力がある人はできちゃうので、逆に言うと、語彙力の低下に気づきにくいっていうことはあるんで、語彙力は大事ですよ。ぜひ勉強してくださいね。私もちょっと今、今反省してます。勉強しなきゃなって。なんですけど、それとは別で、 会話っていうところに特化した時会話っていうものを実際にやってみる時っていうのは絶対この言い換え能力あるに越したことありません絶対持っててほしい能力ですなのでどうしてもやっぱりある程度単語数知ってる人とか結構勉強を重ねてきた人とかって逆に結構難しい単語を使いたがるんですけども一旦その英語を出す前にいきなり英語で英語を考えろとは言いませんでもそれって5歳児の日本人の子供に通じますかってまず考えてみてください 子供でも通じる日本語からだったら私たちも英語にできる可能性が広がるできるかどうかは別として広がります可能性は絶対広がるだからなるべく簡単に日頃からあんまり難しい単語を使わずにやってみるっていう時間を作ってもいいかもしれないですねあこれから今日今から20分かこっそりね私はこの子に向かって友達に向かってなるべく簡単な言葉で喋ってみようとか意外と難しいかもしれませんよ私たちも大人だからね やってみてください絶対その方がね身につくとは思いますよ Thank you very much for watching our lesson See you in our next video Bye for now このこのチャンネルは右半身左半身現役英会話講師によるロル面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよだからまずはチャンネル登録登録よろしくお願いしますします